ズアイアンクルクルイフリートの洞窟、ついに潜入調査に参りました。海底火山のようなところ、タツノオトコ守護が生きってるぜ。生きり落とし後、炎連発。これ攻撃ダメージ受けるとその向きが変わっちゃうから厄介なんですよ。主人公逆向いちゃうんですよ。うわまたこいつらまただよ。サイクロン、よっしゃサイクロンが出てきたよ。ジャパニーズオーシャンバリのやつが、厄介ですね。ここはなんかで、カオちゃんの時は上が開くとはいう法則にのっとって、なんだここは。うわイカクラーケンですね、出ましたね。モーニングスターでなんとか撃破したいところは、イカのお化けを。強いな、結構強いですね。よしいった。お、なんか違うところに海底トンネルを伝って出てきたって感じか。こいつらクソっすね。海中から攻撃してくるから厄介なんですよ。なんだこれ、サイコガンダムみたいなやつ。どう見てもサイコガンダムじゃないか。でこれ蝶々か。マジックボトルを手に入れた。硬いなこの岩のやつ。なかなか死なない。落ちなねえな。サガに出てきたら多分血を吸うとかやりそうな感じのやつ。もう壊れた。うわあ、これあれじゃん、ブリザードのやつだよ絶対これ。雪だるまやんなきゃいけないやつだ。めんどくせえ。で魔人にはね効かないからね魔法が。あの兵士タイプのやつだけ雪だるまにして、あの設置しなきゃいけないっていうね。ほら魔人でこっちに来てくんねえとさ、こっちに来てよ、向こう行かないでよ。あー厄介だな。こっち来い、こっち。マジックボトル、はあこれ積んだじゃん。あざけんなよこれ、またやり直しだよ。そうこれじゃなきゃダメなんだよ。んであっち、うるさい魔人を倒し、
で、なんとかしてこっちにおびき寄せて、この兵士を、グランス兵を雪だるま化したいんだよ。早くこっちに来てくれ。こっち、カモン、カモン。よし、よし、いった行きました。またいっぱい出てきたこいつら。頑丈だよ、なかなか死なない。早く死んでくれ、さっさと落ちんでくれ。おい、なかなか長い戦いになりそうだぜ。絶対ダメージ受けんじゃんこれ。ブクブク言ってる溶岩が。即死レベルだよ普通の人間なら。結構強かった。このなんつうのこいつら、ドラクエのさ、溶岩魔人みたいなやつさ、結構強い。地中に潜っちゃうんだよなこいつら。隠れられるんで。強いな、攻撃力が高い。
こいつ。この岩石男さ。いやまあマジックボードは落とすからまあなんとか進んでいけるって感じだよね。ちょこちょこ回復できるから。なんだよこれフェイク、こっち来なくてよかったの。フェイクだよ今の。騙された。地獄の蝶パピオン。レベルアップです。壊れない。
また声面倒なさやつじゃん。向こうを先に設置して、何これ、敵出てこねえじゃん。全滅させちゃったから出てこねえんだ。ガチめんどくせえじゃんこれ。ガチクソじゃんこれ。半歩ずれちゃって、じゃあどうにもこうにもできなくなっちゃうから、結局雪だるまを、だから一番上のラインに持ってこなきゃいけない。敵が上まで来てくれれば、あの上のマスに置けるんで、こっちまで来いよって。だからはいやって感じだよ。来いよ、おら、あとちょっとだよ。あと一マス上がってきてくれ。あーんだこれ、めんどくせえ。えんで早くこっちに。なぜ来ない？なぜ下に行く？上に来りゃいいのに。これ完全にランダムだな。主人公に向かってくるわけじゃないんだ。おし、よしよし。まあいいか、これ置けるか。とりあえず1個設置して、あとはこの下のやつを下から押し込むだけだ。うわ、下手に攻撃すると壊れちゃうから、雪だるまが。よーし、開いた。開きましたかな。よし、これは完全にイフリートの場所でしょ。この雰囲気からしてイフってるよ。絶対イフリート出てくる。黒目がないのが怖い。なんか眼球がさ、黒目がね、マリリン・マンソンみたいな。
じゃあメタル魂で。メタルじゃねえ、マンソムなんだあれ。まあいいや。めっちゃ舌出してる。あ、べーってさ。白目向いてさ。めっちゃ挑発してくるんだけど。はぁーって感じで。しかもアタックしてくるよ、これ。なんか丸まって。無敵と思いきや当たるんだな。結構強いな。やばい、MP がねえ。マジックバトル。マジボ。マジボ。だよな、倒しづれ。なんだろう。よし。いった。咲いた剣、これが聖剣なのか。